紅風紀。こちら紅風紀といいまして、日本の、純国産の紅茶でございます。紅風紀とは緑茶ではなく紅茶。紅茶といえばダージリンやアッサムなど海外のものというイメージですが、今脚光を浴びているのが日本で作られた和紅茶なんです。紅風紀は紅茶の輸入自由化とともに消えた日本の紅茶専用品種のこと。今紅風紀をはじめとする和紅茶は種類もとっても豊富で、中には完売してしまうほど人気のものも。突然ですがここで松島さんに問題。緑茶と紅茶の違いってわかりますか？やめるな、知ってるわ、いぶしてるなんか言ってる。緑茶と紅茶、原料となる茶葉は同じですが、発酵させていないのが緑茶で、発酵させているのが紅茶というわけなんですよ。さて、川田アナ、和紅茶ブームの火付け役とも言われるある人物の元へ。横田さんでいらっしゃいますか？あ、そうです、はい。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします、どうも。こちらの岡本博史さん、トラックの運転手時代に和紅茶の魅力に取りつかれ、なんと専門店を立ち上げてしまった方。全国の生産者のもとへ足を運ぶ、いわば和紅茶の伝道師。そんな岡本さんに紅風紀の魅力を聞いてみました。紅風紀っていうのは昔からあるんですか？はい、これがまだ日本紅茶がですね、海外にまだ輸出をしようと頑張ってた頃、はい、1970年代ですけども、その頃に最後の切り札として、香りのいいのができたってですね、自信を持って世に送り出されようとしたのがこの紅風紀だったんですよ。ただその後ちょっと歴史のまあいろいろなことがありまして、日本の紅茶というのがほぼ壊滅状態になっていったんですよね。だから優良品種と言われながら日の目を見なかった、まあかわいそうな品種なんですけどね。本当だ、すごい、はい、普通の紅茶よりもよっぽど香りがありますよね、はい、この香りがこの紅風紀の特徴なんですよ。ストレートで味わうのが岡本さんのおすすめ。あ、本当ですね。紅茶ですとやっぱり砂糖とミルクを入れないとどうしても後味がちょっと苦かったりしますけど、これはストレートでいただいても全然その後に苦いのが残らないです。すっきりしてます。苦味のないすっきりした味わいの和紅茶は他の食材と相性が良く、こういった梅酒との組み合わせ商品も人気なんです。そして岡本さんが勧める和紅茶のお供が、和紅茶ですね、意外に和菓子とか、はい、合いますか？合いますよ、羊羹とかですね、あと意外とお漬物とかですね。お漬物、はいはい、合いますか？合いますよ、はい。岡本さん一押しの和紅茶のお供はこのみたらし団子。食べなんかピンとこない組み合わせですが、そうですよね、そういうことですよね、はい、なんか全然このみたらし団子の味は邪魔しないですね。むしろ溶け合って調和する感じ。へー、